よフィーバー中。じゃじゃーん。先生のところにお客さんが来るのだけど、急にお迎えに行けなくなってしまって。アミティさん、もしよかったら先生の代わりにお迎えに行ってもらえないかしら。もちろん OK です。アミティさんだったらこの辺りに詳しいし頼りになるわ。じゃあ先生、行ってきます。アミティさん、行ってらっしゃい。先生は学校で待っていますからね。はい。誰を迎えに行くのか言い忘れてるね。あらあら。ラフィーナ。そうなんだ。授業の時ラフィーナおいのことじっと見るんだな。君の後ろだと黒板見えないもんね。もしかしておいのこと好きなのかな。きっとおいのこと好きなんだな。
勝負が待っています。こんなーい。
たけど、一体先生のお客さんどこにいるのかな。ちょっといいかな。僕遠くから来たんだけど、実は道に迷っちゃって。よかったら町まで案内してくれないかな。ほら、お前にお菓子をあげるよ。これはもしや妖怪。ほら、怖くないよ。すっごい怪しい。じゃあ不要勝負で勝ったら一緒に来てもらおう。本当にもうお客さんどこかな。学校に行きたかっただけなのに。